そこです。タイトルとサムネにある通りというか、まあもう情報の早い方知ってる方多いと思います。渡辺雄太選手がね、日本時間の12時前くらいにインスタライブで発表したことなんですけど、今季をもって NBA でのプレーを、まあ引退と言っていいんでしょうかね。一区切りつけて、来季は日本でプレーすることが決まったそうです。で、僕自身このニュースはね、悲しいことだとは全く思ってないので、このテンションで行かせていただきます。何はともあれお疲れ様でした。ちょっと僕なりにね、渡辺雄太選手がインスタライブで話していた内容をちょっとまとめた上で、僕自身の意見とか、いやもう渡辺雄太選手本当に応援してたんで、気持ちなんかを伝えていける動画にできればなと思ってます。はい、とりあえず渡辺雄太選手がインスタライブで話していた内容を簡単にまとめておきました。ちょっと分かりやすく意訳してる部分もあるので、一語一句同じではないことをご了承ください。順番もちょっと前後してますね。まず渡辺雄太選手は来季プレイオプションっていう選手が契約を選べる権利っていうのを確保していたので、それを選択しさえすれば来季グリズリーズでプレーすることは可能でした。グリズリーズからもう一緒にやろうというオファーを受けていたんですけど、それを破棄して日本でプレーすると予定しているそうです。で、チームは未定だそうですね。まあ多分争奪戦になると思うんで、どこかしらでプレーはできるでしょう。億プレイヤーになったらね、これから B リーグも盛り上がるしね。まあ、金のある関東圏のジェッツとかサンロッカーズとかアルバルクなんじゃないでしょうか。そこら辺僕も詳しくないですけど、皆さん詳しい方教えてください。で、やはり欠場していたのはメンタルの部分だったでそうです。ここはね、ちょっと長くなるんでかなりまとめてるものなんですけど、サンズからね、トレードされたのはちょっとビジネスだったけど辛かった部分あったし、グリズリーズでね、その一旦は、ああ、やった古巣だっていうところはあったんだけど、今日は出れないよって言われた瞬間に結構メンタルに来たらしくて、まあホテルとかでもう体から水分が抜けるんじゃないかっていうぐらい泣いたそうです。なので、指の怪我とかも確かあったはずなんですけど、個人的理由というところで欠場扱いにしてもらっていたそうです。で、アップなんかでもね、もうメンタルに支障を期待してしまって体が思いに動かなかったという話もしていました。いや、気持ちがわかるなんて口が裂けても言えないけど、そのメンタルが落ち込んでる状態っていうのはね、もう絶対に擁護してあげたいんですよ。それこそ2シーズン前のね、ネッツと無保証契約するっていう時も、毎回毎回キャンプ契約で NBA に生き残れるかわからない状態がすごい辛いっていう話はしていたので、まあ来季契約残ってるとはいえ、今季そういう状態にまた戻るっていうのがね、どれほど辛かったかっていうのはね、皆さんも分かってあげてください。本当に俺が偉そうに言うことじゃないんですけど、ここで厳しい言葉をかけるのはね、酷すぎるから。で、その際なんかは富樫勇樹選手にかなり支えられたそうですね。多分年1個上だと思うんですけどね、富樫選手でして、あいつマジでいいやつみたいな感じで言ってたんで、いやすごいね、さすが日本代表のキャプテンでしょう。で、その富樫選手と全然予定は決まってないけど、プレーはしてみたいっていう話はしてましたね。まあそれもあると思うんで、ジェッツでプレーすることなんかは可能性としては高いんじゃないでしょうか。しかも代表活動はね、積極的にするとのゲッチもいただきました。今まで NBA ルールってものが存在して、代表活動がね、28日以内だったはずかな。これ以上プレイしちゃいけなかったんですよね、練習とかも含めて。だから代表戦のね、もうギリギリに合流して、試合とかトーナメントはフルで出れるよって感じで合流していたのが、もう事前に練習合流できますから、ディフェンス強度とかはね、これ周りとの連携とか上がるんじゃないですかね。いや、これ激アツでしょ。やっぱり WBC とかでもさ、ダルビッシュがさ、自分の球種でいろんな投手陣に教えてたりとかで、アメリカで培ったことを、また密にいろんな選手とコミュニケーション取れるって、日本のバスケの発展においてもめちゃくちゃ大事だからね。で、また個人の話に戻るんですけど、まあいろんなね、辛い状況あったり、本当に頑張って頑張って崖っぷちで耐え続けた NBA 人生でもあったと思うので、20代まではアメリカでね、もう何があっても頑張るって決めていたそうですが、今年30歳の年になりますので、30代は楽しくバスケできたらいいみたいな発言もありましたね。はい、もうそこはね、もう尊重しましょう、ファンの方々。やはりこのアスリートって30歳前後の年っていうのが全盛期と呼ばれていて、まあもう渡辺選手ももしかしたら、あと1、2年経ったらパフォーマンスどんどん落ちていく年齢にはなっていくと思うので、全盛期のうちはアメリカで頑張ろう。まあそこの過渡期である30代っていうところに区切りをつけて、日本でね、やはり中心選手としてプレーできるので、そこを選択したっていうのはね、僕は全然攻めることはできないと思います。だってそうじゃん。正直来季グリズリーズで渡辺雄太が中心選手としていけるかどうかって結構不透明な部分、難しい部分あると思うんで、そこをベンチウォーマーとして過ごしていくっていうよりは、日本でね、スター選手で活躍するっていう道は、日本バスケにとってはすごいいいことだと思いますね。本人にとってもそっちの方がいい選択だと僕も思います。まあここはね、個人の問題で僕がとやかく言うことじゃないけど、ご家庭も持っている方なので、パートナーのクジアナも日本の方なので、日本の方がね、家庭過ごしやすいっていうのはその通りだと思います。お子さんとかも生まれていく可能性あるとは思うので。で、多分日本時間で洗ってるかな、ワウワウ NBA かな、記者会見を22日にやるそうなので、まあそこで詳しく話すというところで、インスタライブはこの情報で終わってましたね。はい、以上の情報ね、ちょっと間違ってたらコメントで訂正させてください。で、これらを踏まえて改めて僕の意見感想ないし、まあ渡辺選手にね、偉そうながらエールを送りたいと思うんですけど、アメリカ大学バスケで4年、 NBA で6年、約10年間をアメリカで過ごしたわけです。異国の地ということもあってすごい大変だったし、渡辺選手はかなり日本のバスケ協会からアメリカ
カに行くことを反対された歴史があります。これ俺動画とかショーツにするから楽しみにしといてね。まあ、この例えちょっと古いっちゃ古いし伝わるかわからないんですけど、日本のプロ野球でもね、野茂英雄っていう選手がメジャーリーグへの扉を開いたパイオニアって言われてるんですけど、初の選手じゃないですけどね、当時もね裏切りだってめちゃくちゃ言われてたんですよ。でもメジャーで結果残したことによって、その後イチローとか松井とか今大谷ダルビッシュとかが続いて活躍できる扉を開けてったわけですよ。でバスケにおいては田臥選手とか富樫選手とか、まあ、先人は他にもいたんだけど、 NBA で活躍するっていう扉、アメリカ大学バスケでもある程度通用するっていう扉を開いたのは渡辺雄太選手が初めてと言って過言ではないと思います。だってそれまで田臥選手の4日っていうのが日本人が NBA で残った最長記録なんだよ。6年だぜ。それを誰も成功していない母国からの後押しもない状態で6年間耐えたっていうことは、俺はね想像を絶する苦しみだったと思うんだよ。で契約上も崖っぷちの期間が長くて、今季ようやく2年契約勝ち取ったっていうくらいですからね。しかもその活躍もあって、すぐに八村選手がドラフト指名されて今八村やばいでしょ。でその八村の影響もあって、ゴンザガでねめちゃくちゃ結果も残したから NCA に挑戦する日本人、海外にルーツあって日本で育った人とかもめちゃめちゃ挑戦してるでしょ今。まあ、やっぱその土台を作ったのは渡辺雄太選手なんですよ。今八村がめちゃくちゃ活躍してて感覚麻痺してる日本人ファン諸君、当たり前じゃねえからなこの状況。俺は2010年にバスケ始めたんだけど、当時 NBA をね 2K 通して見るようになって、日本人選手いないのかないないかな、あ富樫選手行くんだ、全然ダメだったみたいなところで、何シーズンかにわたって日本人選手が2人プレイしてる状況っていうのは贅沢すぎるんだよ。何回も言う、もう話何度もループしてて申し訳ないけど、渡辺雄太選手の残した功績っていうのは計り知れないから。はい、もう長いんで締めますけど、最大限のリスペクトを送ります渡辺雄太選手。アメリカ挑戦約10年間、そして NBA の6年間のシーズン、本当にお疲れ様でした。僕たちに夢と希望を与えてくれてありがとうございます。パリ五輪のチケットも取ってくれてありがとうございます。皆さん最大限の拍手、コメントでも盛り上がってください、送りましょう。で、まあ、これはね、ちょっと俺もあんま触れたくない。こういうところで、ネガティブなコメントとかは絶対出ると思うんだ。でも、SNS 社会ですからね、もう一つの意見にまとめることはできない。いい意見が90あっても、10の悪い意見っていうのは絶対出ます。心ないコメントを止めることはできない。ただ、一つだけ俺はもう忖度しないって決めてるから、はっきり言わせてもらうと、渡辺雄太のことを笑うやつは許さないし、もう誹謗中傷するやつなんて一生関わりたいとは思わない。俺は彼がしてきた苦労っていうのを最大限理解した上で、どんなことがあっても応援していくと決めています。はい、というわけでね、まあ B リーグでしょう。ぜひちょっとね、僕もまだ B リーグ初心者で全く知識とかないんで、どのチームが合うよとか、いやこのチームが地元の香川行ったら面白いんじゃないとかあるんだったら僕に教えてください。渡辺雄太のことも絶対来季見に行きます。逆に現地でオフ会しよう。渡辺雄太選手お疲れ、頑張ってって、みんなでお酒飲んだりジュース飲んだりしながら話すのがめっちゃ楽しいでしょ。そうして盛り上げていくことで、これからもっともっと日本バスケ盛り上がって、 NBA 挑戦者ねめちゃくちゃ増えてくってことが、その渡辺雄太選手への頑張りに一番報いることなんじゃないかなと僕自身思ってます。はい、というわけでね、ちょっと熱くなりすぎて早口でいろいろごちゃごちゃしましたけど、聞いていただきありがとうございました。ぜひコメント欄で渡辺雄太選手にエールを送りましょう。お疲れ様でした、ありがとうございました、さよならっす。